今回はオンラインお見合いの総合判断について話をします。私が思うオンラインお見合いのメリットデメリットをお伝えしました。総合的には私はオンラインお見合いを推奨しています。なぜかというとメリットが多いことです。特にお見合いする人が緊張しないで自分を相手に伝えることができることが大きなメリットと思っています。オンラインお見合いで対面が苦手なシャイな人、交際経験が少ない人はオンラインお見合いでプレ交際に進める可能性が上がるはずです。もう一つ、私は婚活者に6ヶ月末婚を目指してほしいと思っています。週末のお見合いではなく平日にオンラインお見合いをしてお見合い期間を短縮し、早くプレ交際に入って婚活期間を短くしてほしいと思っています。次回はオンラインお見合いの注意点について話をします。